西鉄柳川駅に来ました。柳川は福岡県南部の観光地でありますが、駅前が寂しいと思いましたか？柳川駅の表口は西口です。こちらは裏側である東口です。今回は、久留米から山鹿市の平山温泉まで、西鉄バスが期間限定で運行されるので、それに乗って平山温泉まで行きます。しかし、ただ普通に行っても面白くないので、すべて違うルートで、電車やバスを乗り継いで一周しようと思います。題して、いろいろ乗り継ぎの旅。ただし、これは土曜日にしかできません。その理由は、後々説明します。では、早速、西鉄電車に乗っていきましょう。さて、ここはどこでしょう。大善寺駅で降りました。そのまま久留米駅まで行けばいいのですが、JR 久留米駅からそれぞれどれくらいの人が乗るのか確かめたかったので、JR 久留米駅に向かいます。ちょうど折り返しのバスが着いたようです。LED 表示との相性が悪いですが、バスの行き先は西鉄久留米です。では、乗りましょう。JR 久留米駅に着きました。久留米をご存知の方なら、西鉄久留米まで、そのまま電車で行って、バスで来ればいいじゃないかと思うでしょうが、この旅は、同じルートを通らないように、ここまで来るために、大善寺からバスに乗り換えました。ところで、平山温泉行きのバスは、13時30分発と、あと3時間あるので、適当に時間を潰してきます。それでは、3時間後にワープします。雲が出てきたので、違う日のように見えますが、実際に3時間後の景色です。早速乗りましょう。かなり新しいバスで、座り心地はいいです。なお、ここからの乗車は他にいませんでした。次の乗車地である、睦門ですが、ここから乗る人はいませんでした。バスがたくさんの、西鉄久留米バスセンターです。ここからは、2名の乗車がありました。なお、乗車できるのはここまでで、次は山鹿温泉まで止まりません。したがって、乗客は3名だけでした。久留米インターから高速道路に入ります。山鹿市なら国道3号経由なのかなとも思いましたが、久留米市内の渋滞がいつも激しいので、高速道路経由は当然といえば、当然ですね。ところで、このバスは、木、金、土曜日限定の運行となっておりますので、ちょっと乗ってみようと思っても、曜日が違えば乗ることはできません。久留米インターを利用するときに、いつも思うのですが、合流直前のカーブが急すぎます。1973年開通と、かなり古い規格で作られているためでしょう。すっかり寝ていたら、菊水インターに到着していました。運賃表のところに、山鹿市の名所や名産品がスライドショーで紹介されています。整理券番号の1は、始発地である、縄田車庫、2が、
JR 久留米駅、3が、むつもん、4話にして作る目でしょう。全部同じ運賃なので、一つだけでいいような気もしますが、どこから乗ったのか統計を取るのに、分けていればわかりやすいからなのでしょうか。菊水インター付近は、何もないのどかな場所にあります。山鹿市と玉名市の中間地点で、どちらからもアクセスしやすいように、この位置が選ばれたのか、この場所に高速道路が作りやすかったのか、あるいは、そのどちらもなのか、どうなんでしょう。菊池川を渡れば、山鹿市の中心地です。山鹿温泉に到着しました。向かい側には、桜湯があります。桜湯は、とてもいい温泉なので、山鹿に来たら、ぜひ、一度行くことをお勧めします。山鹿温泉で二人降りたので、乗客は他にいなくなりました。そして、あの丘の向こう側に、平山温泉があります。乗ったら、目的地まで途中で降りることはできません。バスを降りたら、すぐに、観光案内所の方が、こちらを持ってきてくれました。宿泊ですか?と聞かれましたが、まさか、この後、すぐにバスを乗り継いでここから、去るんですよ。なんてとても言えませんでした。そんなに遠くないので、行こうと思えば、いつでも行けるのですが、ちょっと気まずかったです。乗り継ぎまで10分くらいしかありませんので、のんびり温泉に浸かって、ということはできません。さて、次は堀川バスに乗り換えます。この旅は、むしろ、ここからが本番です。熊本県の平山温泉で、福岡県の西鉄バスから、同じく、福岡県の堀川バスに乗り換えるという。土日に、二往復だけ、この平山温泉までやってきます。利用者の減少が続くと、路線が廃止になる恐れがあります。ということが書かれるということは、そもそも、乗客がほとんどいないのでしょう。やってきたのは、マイクロバスよりも小型のバスです。この大きさからも、この路線の需要が見えてきます。映像のこの区間は先ほども通ったのですが、バス停がないので、ノーカウントということで。これだけ座席が少ないバスに乗るのは初めてです。堀川バスには、1日乗車券が1000円で発売されています。この路線にすべて乗り通すと1200円なので、片道だけでも元が取れることになります。はい、時間調整のため、しばらく待ちください。ここまでが土日にのみ延長される区間です。先ほどの西鉄バスの運行日と合わせると、このような乗り継ぎが土曜日にしかできないということになります。ここが、小栗峠で、熊本県から福岡県に入ります。この区間は閑散とした山道で、福岡県の国道3号の中でも交通量が少ない地域です。沿線人口も少ないので、学校も廃校になりました。また、トラックが、かなりの速度で走り抜ける割に、カーブが、急な場所があるので、たびたび、大きな交通事故が起こる区間でもあります。ありがとうございました。
次は終点福島でございます。どなた様もお疲れ様でした。降りの際は車内にお忘れ物のございませんようご注意ください。結局最初から最後まで誰も乗ってきませんでした。路線の存続は大丈夫なのかと心配になってしまいます。なお、福島バス停は堀川バスの本社があり、バスセンターになっています。八女市の沿線は人口が多いとは言えませんので、本数もあまり多くありません。特に行き止まり路線が多いので、先に行けば行くほど乗る人がいなくなります。この黒木路線が本線なので、比較的本数は多いです。次は JR 拝ヌ塚駅に向かいます。ここから鹿児島本線の電車に乗り換えて瀬高駅に向かいます。瀬高駅にやってきたということはまた柳川行きのバスに乗ります。せっかく一日乗車券があるので活用しなければなりません。こちらが表口である西口です。結局暗くなりましたが、すべて違うルートで一周してきました。西鉄久留米を始発にして、八女から直接久留米行きのバスに乗れば、もう少し短い移動で一周できます。ただ、山賀行きの西鉄バスも、八女行きの堀川バスも、どちらも乗客が多くなると思われる土曜日でこの状況だったので、心配になります。車で移動するのは便利ですが、いざ車が使えない時に路線が廃止されていると移動すらできなくなることを考える一日になりました。微力ながら、これからもいろいろな路線バスをはじめとした公共交通に乗っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。